アンダーナインからお願いします。はい、アンダーナインの皆さんお疲れ様でした。私がまず今日一番嬉しかったのはなんだろう、みんな音が鳴ってても踊らない子が、いたのが私の中でも超ツボで、ちょっと初めて見えて、でもねこれね本当に最高だったなんかそれをみんなで盛り上げるとかに私涙出そうでした、あの時本当に。でしかもその子が最終的に出れたりね、前に出る、都合となかったとしても前に出れたとか、なんかみんなの愛と彼女の頑張り、彼女たちの頑張りが、あ、男の子もいたっけ、女の子だよね、女の子だね、はい、女の子です。もうね本当にあれで胸を打たれてね、はい、最高でした。やっぱねその時も言いましたけど、ここに足を運ぶっていうことがもう完全にステップなんですよ。とんでもないステップなんで、しかもねアンダーないんですよ。もう考えてみてください、もうそんな若い子がねその一歩を踏み出したっていうことだけでもう泣けますよこっちは。なのでね、はい、その中で自分を自由に出せて踊れたっていうことがさらに素晴らしいですよね、そういう子がいるということが。なのでまずは本当たくさんの感動をいただいたのがアンダー9でございました。ありがとうございます。はい、でアンダー12ですね、こちらはやっぱりこう一気にレベルがダッと上がった印象がありましたね。うん、なので選ぶのもちょっと悩みがすごく出てきたりとかしてしんどい時がありました正直。で実は最後の決勝の時まで悩むことがすごいあった中で、特に決勝の時にもう私の中で2人も同レベルで、あでもこっちが勝ってるかなみたいな時に最後の子がもう負けないぞみたいな感じですごい勢いでね、なんか最後のパワーみたいな気合みたいなのを感じたんですよ。で見たことない動きもわっと出た時にやられましたね。はい、なのでそういうなんか気持ち的なところもすごく大事、もちろんスキル大事、ミュージカリティも大事なんだけど、そういう気持ちなところのとこで打たれたっていうことが私の中でもうちょっと、でももう片方の子もすごい上手だし、実はね人知れず泣いてました、これ本当に泣いてました、私バレてないよね本当に泣いてました。はい、涙を流しながらこうって感じだったんですけど、それぐらい感動いただけたのがアンダー12でした。続いてアンダー15、いやもう一気にまた大人かっていうね、プロですよねって子がまた一気に増えて、でねまた良かったのがアンダー9アンダー12からもう続けて出てる子がいたんですよ。なのでそれがねまた素敵だよねっていう、なんというこの挑戦ね、チャレンジ精神素晴らしかったし、それをまた受け止めてるこのスタジオね、ここはい素晴らしいじゃないですか。もう私本当に楽しかったんです今日、もうトロくん最高です、マジでスタッフの皆さんも最高だし、いやこういう場にねまあ、があるってことがまず素晴らしいし、もう来させてもらって超光栄だったし超エネルギーもらって、でまたアンダー15に戻りますけど、そういういろんな子がいる中でまたその自分を出していく即興ってやっぱ本当にすごいことだと思うんですね。ものすごくエネルギー、頭も使うしっていう気も使うしっていう中で、やっぱり勝った子っていうのは、新しい、今まで自分が出してないところをそこで出せたなっていうところでした。勝ちたいという気持ちも当然あるんですけども、なんだろうね、隠してたのか知らないけど、その時に、音に、呼び起こされて出た動きなのか知らないけど、何こんな動きあったのっていうのをやられて私は結構グッときちゃって、その子が勝ったなという印象でした。最後の子はねもう本当に同等でしたね、決勝特にね。楽しかったな、本当素敵なイベント、バトルイベント本当に参加させていただきありがとうございました。参加された皆さん、そして親御さんの皆さん、そしてスタッフの皆さん、トノ君最高です。またいつか呼んでください。ありがとうございました。コロナでした